どうもこんにちは、シュンジーです。今日はね、フィアスチェンジャーズ、前に恐竜から恐竜に変形するってやつね、ご紹介したんだけど、今日はなんとこちらティラノサウルスレックスからグルマに変形するのご紹介します。トランスフォーマーみたいですよね。恐竜から恐竜に変形するの買った時にこれ売ってるの、知ってたんだけど値段がめちゃめちゃ高かったんですよ。だから買ってなかったんだけど安くなってた、めちゃめちゃ安くなってたから今回購入しました。でサイズが想像以上に大きい、こんなに大きいと思ってなかったんでめちゃめちゃテンション上がってます。はい、でくるっと回して、なんとね、しかもねこれサウンド鳴るんすよ。すごいね。前に紹介した大きいギガノトサウルスとかもサウンド鳴らなかったけど、これはサウンドが鳴るようです。しかもね車モードの時も鳴るみたいで、で28ステップでこう、変形できるようになってるようですね。結構難しそう。ほんじゃ取り出します。ティラノサウルスレックス取り出せました。これね尻尾短いからなんか差し込むタイプかなって思ったら隠れてる。これ引っ張ったらいいのか出てきた。立たせにくいっていうか倒れちゃう。とりあえず置いといて、ラベルが入ってたんだけど、これ車モードにした時に貼るやつですね。で取扱説明書、でかめちゃめちゃ大きくて見やすいんだけど、うん、大きすぎるねこれね。でカラーになってて、はい、広げるとこんな感じ。ちょっと難しそうじゃない？これ大変そうだな。はい、まあ、こんな感じですね。前にね紹介しました恐竜から恐竜に変形するやつですね。これアンキロサウルスから肉食恐竜ティラノサウルスに変形するっていう、まあ、こんな感じでもう簡単にこれね変形できるようになってて、あとねこれはバリオニクスから確かパラサウロロフスに変形します。大型の肉食恐竜ギガノトサウルスは、これね僕ねトリケラトプスって前回の説明で言ってたんだけど、あのね頭の形ちょっと見ましょうか。はい、くるっと回転させると、これねナーストケラトプスって箱に名前書いてたんだけど、この3本の角、もうこれはトリケラトプスでしょ。うん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 、なんでそうトリケラトプスと思って説明してたんだけど違いました。これもねギガノトサウルスと同じぐらいの大きさなんですが、ブラキオサウルスから、はい、黒い恐竜といえばそうインドラプトルに変形する恐竜になってました。今回のティラノサウルスレックスを、はい、並べると飛び抜けて大きい。もうこのギガノトサウルス2体分ぐらいあるんじゃないかなっていう大きさで、全長が約40センチで、高さ角度変えれるんだけど、今でね、約ね24センチぐらいの、高さになってますね。こちらマテルの恐竜フィギュアダメージティレックスを横に並べると、これすごい大きいんだけど、はい、全長、ダメージ T-Rex の方が少し長い、ほんの少しだけど、頭の大きさ同じぐらいで、体もね、あんま変わんないね。ただ、足が長いんで、高さがある分、ちょっと大きく見えますね。こちら、トランスフォーマーとジュラシックパークのコラボ商品、ティラノコンレックス。頭の形がね、めちゃめちゃかっこいいですよね、この子ね。ちょっと目つき悪いですね。で、体はね、茶色カラーで、濃いところと、こう、ちょっと明るいところがあって、まあ、この辺のね、ペイントが綺麗で、やっぱロボに変形するっていうことで、隙間がね、結構あるんですよ。もうこの辺は変形するのはどうしようもないっすよね。まあまあまあ、これちょっと覚えておいてもらって、それと今回のはまあ、どんな感じなのかっていうところですよね。ここ、後ろのところの隙間とか、めちゃめちゃ大きいね。体の色はね、明るい茶色から、さっきのティラノコンレックスと違って、ちょっとこう単色っぽい色になってますよね。よく紹介するマテルの、T-Rex のフィギュアである色ですね、これね。さっき立たせるのに、ちょっとこの辺の角度変えてまっすぐにしたんで、うん、なんか違和感あるね。足は長いね。で、ちゃんとね、この筋とかも入ってて、まあ、この辺の、こう恐竜らしい、このムキムキ感とか、きっちりこう再現されてますね。で、後ろ足の爪のところは黒色に塗装されてて、またこれ変形するんで、まあ、いろんなところが稼働するようになってますね。やっぱこういったね、まあ、隙間はあると。はい。で、
気になるのは足の内側、車のパーツが飛び出てる。めちゃめちゃ見えてるわ、これ。これ、まあ、見栄えとしては悪い。悪いけど、これがあることによって、まあ、立たせやすくなってるのかなっていう、うん、まあ、そんな感じですかね。まあ、ほんと見栄え悪いよね、これね。後ろから見るとこんな感じで、体はね、ダメージフィギュアと同じぐらいのね、大きさ、太さになってて、がっちりしてるね。あと、シワ、もう体もね、シワがあって、まあ、これはね、ほんとね、恐竜フィギュアと変わらないぐらいのクオリティになってますね。すごいよくできてる。で、尻尾は、前に紹介したのと同じような感じで、伸び縮みするようになってて、これはちょっと面白いね。ここ、面白い。この段がね、できちゃうから、うん、まあ、ここもね、気になる人は気になるかもしれないけど、いや、この伸びるっていうのは、やっぱ面白いですね。あと、まあ、これもまたなんか開いたりするんでしょうね。なんか、うん、なんかこの辺のボコって膨らんだパーツとか、気にはなるけど、はい、まあ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 、この辺は仕方ないと。で、下はね、ちょっと汚れた、白かな、はい、になってますね。で、スピーカー、サウンド鳴るんでね、ここに、スピーカーがあります。で、うわ、もうなんかむき出し、ここ外皮パーツセットしといて欲しかった、ジープラングラーのこのボディ、こう、赤色の部分見えてるね。ティラノサウルスといえば、こう短い前足、かわいいですね。はい、まあ動かすことができるようになってて、爪、2本の爪はですね、これ塗装されてないんだ。後ろ足は塗装されてたんだけどね。あ、そうだ、後ろ足稼働します。まあこんな感じ、カチカチ言いながら動かせて、あと他の部分もまあ当然ね、変形するっていうのもあるんで、こう動かすことができるようになってますね。あんまり動かすとね、立たせるとき大変なんですよ。背中にボタンがあって、これを押すと恐竜サウンド流れます。ちょっと押してみますね。いつもよく聞くあの迫力のマテルのサウンドですね。この音、僕の好きな音も入れてくれてる。そして T-Rex といえば大きい頭。いや、かっこいい。はい、こんな感じで、目がちょっと怒ってるようなね、目になってて、で口を開けます。はい、開けるとこんな感じ。口の中には歯があって、あとテカテカの舌もあるね。ダメージ T-Rex と比べるとね、まあ、こんな感じなんで、ちょっとこうアニメっぽい可愛らしい形になってるかな。目が可愛いね。同じ変形シリーズのティラノサウルスレックスでもね、頭の形がね、もうこんなに違う。では、恐竜カラー。これ、このサイズの恐竜カラー、車に変形するようなんですが、どれぐらいの車になるんだろう。で、ティラノコンレックスのセットに入ってた、こちらフォードエクスプローラーの車は、まあ、これぐらいなんですよ。はい、まあ、横に並べるとね、こんな感じ。多分ね、これよりも大きい車が完成すると思う。28工程、やってみます。いけるかな？かなり苦戦しましたが、恐竜から車に変形完了。なんか後ろの方が形変じゃない？これ。なんかボテっとした
ね、なんか形になってて、車の全長がね、約18センチ、高さが約11センチで、横幅約11センチなんで、この後ろの部分だけ見ると、正方形、サイコロのような感じになってるから、うん、なんかね、めっちゃ可愛いんすよね、車の形が。トミカジープラングラーを横に並べると、まあ、トミカと比べるとね、やっぱサイズは大きいね。ティラノコンレックスに入ってたフォードエクスプローラーを横に並べると、サイズこんなに違うんすよ。これよりは大きいだろうなと思ってたけど、ここまで大きいとは、すごい迫力あるね。恐竜から車モードに変形して、こうギュッとなんか小さくコンパクトにまとまったせいなのか、重い、スピーカーにサウンドとかも鳴るからね、うん、いろんなものが入ってるから、重い。はい、前ね、こんな感じですね。このグリルのところ、ね、茶色カラーになってるから、少し違和感があるな。これ、ボディ色と同じ感じにね、ゴイーンってこう出てきたらよかったんだけど、ここは茶色カラーのままですね。で、ボンネットに JP18 号車って書いてます。はい、まあ、こんな感じで、後ろのボディね、これがサイコロのような正方形になってて、なんかね、めっちゃかわいいんすよ、これ。ドアのところにジュラシックパークのロゴのシール貼ってるんだけど、これ、そう、1枚もんかと思ったら、これね、3分割でした。はい。で、タイヤね、こう、くるくる回るようになってるから、こう下に置いて、もう、手転がしで遊ぶことできるようになってますね。ちょっと重いけど。真横から見た時のこの形、うん、チョロ Q とかでありそうなね、可愛い形になってて、あ、実写で言うとね、あれじゃない？スズキのジムニーみたいな、なんかそんな可愛らしさがありますね。実写だとジープラングラーの方がね、かなりこう、後ろちょっと長くなってるんだけど、うん、なんかそんな気がする。で、後ろはこんな感じで、テールのところね、こうシール貼ってます。で、おっきなね、横長の窓になってて、これなんだろう、スペアタイヤをイメージしてるのかな、なんかそんな感じするけど、どうなんだろうね。はい、で反対側のサイド、ジュラシックパークで登場したジープラングラーはこの赤色のラインがね、おしゃれですよね。はい、まあこんな感じ。まあルーフはね、特に何もないんですが、ちょっとこう波打ったへこんだ感じが、まあホローなんでね、実写もだから、うん、なんかその辺とかもちょっとこう再現されてる感じでかっこいいじゃないですか。で、下から見ると、はい、ティラノサウルスレックスの頭が見えてる。いや、これ本当にあったらめちゃめちゃ面白いけどね。で、これサウンド鳴るんだけど、ボタンはと言いますと、上じゃない、後ろ、ここスペアタイヤじゃないかなって思う、ここがボタンになってて、さっきのね、ティラノサウルスのボタンとデザイン変わってるでしょ。あのさっきのね、縦長のちょっと丸っぽい感じだったんだけど、今度は横長のね、ボタンになってて変化してて、はい、このボタン押しますね。かなり似た音になってるんだけど、多分3種類のサウンドが入ってると思う。2種類かな、どっちかな、多分ね、3種類。初めに見た恐竜モードがめちゃめちゃかっこよかったから、また後でね、戻そうかなってちょっと思ってたんだけど、いや、この車モード、うん、なんかね、ちょっと可愛い。この形可愛いから、ちょっと当分の間ね、これで行こう。うん、ちょっとこのままにしておきたい。なかなか見ることのないような、なんか車の形になってるからね。素敵ですね、これ。こちら恐竜から車に変形するジュラシックワールドフィアスチェンジャーズティラノサウルスレックス。T-Rex、ダメージ T-Rex とね、同じぐらいね、大きくてびっくりしたんだけど、もっとびっくりしたのは車モード変形すると、劇中で登場したジープラングラーがね、めっちゃ可愛い形に変わって、いや、変形させるのはちょっと大変だったけど、面白かったです。この後はいつものアドベントカレンダー開封しますんで、お時間のある方は最後までよかったらぜひ見ていってください。そして、ここまでの方はコメント、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。ここからは12月23日のアドベントカレンダーを開封しようと思うんですが、この間ね、まだ整理できてない棚をね、少しご紹介したんですが、ちょっと今日も撮影してるこの横ですね、撮影してる机の横にもね、
こうずらーっとこうこんな感じでね棚を並べてるんだけど、もう全然整理できてない。いやーもうこれ大変ですよ、これは本当にね、どうしよう。はい、ということで、またちょっと、棚整理してない棚のちょっとご紹介でした。トミカのアドベントカレンダー見ていきます。開封するところいよいよ2個ですね。そして23日は横長です。そう、やっと出てきた。今日ゲットしたこちら看板、ハッピーホリデイズ。かわいい、かわいらしい、クリスマスっぽいね、この、飾り付けがしてありますね。で、これはい、組み立てます。もうこの、木ですねの両サイドに、まあ、こうはいセットしてですね、アドベントカレンダーのこのマップですね、マップシートの上にこうやって置いてね、まあ、可愛くこう飾れるようになってるんで、でここにね大好きな車両、お気に入りの車両をね置いて、こんな感じで可愛くミニカーを飾ることができるようになってますね。はい、もう2台ぐらいね、はい、あーいいね。いいね。次はジュラシックパーク30周年のアドベントカレンダー23日はここです。結構大きい、これは、大型の肉食恐竜とかじゃないですか。違う、2体かな。え、これなんか違うところにセットされてたのが落ちてきた、ごめんなさい。これ全長6から8メートル中型の獣脚類ケラトサウルスのフィギュアが出てきました、頭のところが赤、そして背中には黒い柄があってかっこいいですね。で、頭には3本の角があって、鼻上、あとまぶたのところにこう尖った角がね生えてたようなんですが、顔アップ、ちゃんとね目、黒目ねペイントされてるね。で、口を開けてなんだ吠えてるっていうか笑ってるように見えますよね。なんか嬉しそうな表情に見える。23日はこちらの2種類ゲットしました。皆さん、いよいよ明日はクリスマスイブということで、アドベントカレンダーも最終日です。もうトミカは残ってるのはあれですね。あれで、ジュラシックパークの方ももう皆さんなんとなくお気づきだとは思うんですが、最後ね大きいのが出てくるんで、持ってない方はねめちゃめちゃテンションの上がる、やつだと思うんで、楽しみにしておきましょう。はい、ということで、今日もですね動画最後までお付き合いいただきありがとうございます。そう、なんでもいいんで、よかったらねコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。